残すところは1番と3番ということになりますけれども、はいはい、じゃあ順番で原井空港役葉山翔太さん一体何回目なんでしょうか。番号どうぞ。3番です。ここはじゃあもうおとなしく争いのない世界かな、もしかしてこれは。雨村ラムダ役白井雄介さんは番号は3番ではないです。おお平和だ平和だ企画よ平和だ平和だ平和じゃ。じゃあ葉山さん理由を。理由を。はい、斜め前には、ジュシ君とシトヤ君がいるからです。最初から言ってただろ。どの口が言ってんだ。いや認めたくなかったですけども、これはその通りでございますよね。まあ、結果どうなの、空港って勉強できるの。勉強はできないと思いますけど、なんか健太郎はできそうだから、ちょっと空港だったら、なんかテストの時とかこうなんかカンニングしそうなもんだけどね。でもね、嘘を教えられちゃうんだ。うわー、なるほど。その隣には一力様いらっしゃるんで絶対厳しいです。まあ、ひとまずはこれで決定。